1401大阪市交通局1401軽電車はかつて大阪市交通局が保有していた路面電車車両で当初は半海電鉄の201型として1940年に製造された車両である。1401系の前身となる半海電鉄201型は半海電気軌道が開業時に製造した木造車1型を譲り受けた81 軽の内五両を交代化改造したもので、1940年に木上車両製造で五両が製造された。車体は窓配置は D5D5D で2段上昇窓を採用した。一方、台車は高床式台車のプリル 27GE-1 台車を流用したが、車体は極力低床式に近い車体としたことから、床板は台車部分を中心に高くなっていた。 なお、八十一系の残り二両は九百四十三年に交代か改造されたが、台車が低床式のブリル七十七 e を使用しており、車体様式も二百一型とは異なることから二百十一系二百十一から二百十二となった。半海電鉄が九百四十四年三月末に大阪市電気局に買収された後、201から205は、 同年9月2日付で1401系の1401から1405に開版されたが、1945年6月に1402.1404405 1の3両が、繊細に合い、1949年に廃車された。残る2両は、1403を1402に開版して、1401から1402に整理された。その後、 台車を低照式のブリル 77E に交換したが、床板の手直しが十分ではなく波打っていたという。終電装置がビューゲル化された程度で後部扉の締め切り工事も行われることもなく、1959年9月30日付で1402が2601系の2694から2695に更新改造され、1401型は消滅した。 なお211型は、買収後は、大阪市電気局1411系1411から1412となったが、2両とも繊細に合い、1949年に廃車された。ありがとうございます。